さあ3球目は何か。振っていきましたが三振。8番バッター中村、先ほどの打席はサードライナーに倒れています。いや、アウトになりましたがいい当たりでしたから、ここは慎重にいった方がいいと思いますね。そうですか。2アウトランナーありません。これが2球目。変化球、これは空振りです。ノーボール2ストライク。次が3球目。打ちました。ファウルになります。4球目は何で来るか。アウトコース打ちました。吉川が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0ジャイアンツがリードしています。西さん、この辺りで追加点が欲しいところだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、この辺でもう一押し欲しいですよね。いわゆる中押しというところになるんでしょうか。インサイド空振り。ボールになります。いい球ですね。はい、変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。緩いボールできました。5球目は何で来るか。ボールになります。3ボール2ストライク。セカンド取る。アウト、ワンアウト。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋がバッターボックスに入ります。まあ、ミートして前に飛べば何が起こるか分かりませんから、バットを出していってほしいですね。そうですね。打ちました。取った。一塁送球。アウト、ツーアウト。打順はトップに帰って吉川。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。打ちました。ファウルになります。アウトコースのチェンジアップ。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。さあ、勝負してくるのか。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回ジャイアンツ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対0ジャイアンツがリードしています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし外野へのフライ、先制とはなりません。
3回の裏ワンアウト1塁の場面、2番バッター坂本ツーランホームラン、ジャイアンツ一振りで先制。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。これから6回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでスワローズ代打を送ります。バッターボックスには代打の西浦。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。インサイド落ちました。これは破りました。センター前、先頭バッターを出してしまいました。バッターボックスには代打の島。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。そうですね。リードはしてますけど、ここで点を取られると流れが変わってくるかもしれませんからね。そうですね。さあベンチの期待に応える投球を見せてほしい。小宮山さん、バントを阻止するにはどういった配球が有効でしょうか。バッターからするとインコースの高めに速いボールっていうのは一番やりにくいということなので、そこにコントロールできるかですかね。なるほど。ボールになります。さてこの島、どういったタイプ。バントしました。高橋一塁送球アウト、ワンアウトです。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。これが1球目、まず大きく外れてボールになりました。外へ持っていきましたが入りません。3球目は何で来るか。外、これはストライク。うちのボール打った。これはどうか。センターフライ、セカンドランナータッチアップ、ボールは中継。さあそして打席には青木が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあここもしっかり抑えてこのピンチを出したいですね。なるほど、そうですね。外へのストライク。変化球打った。ショートの左掴んだ。一塁送球、一塁アウト。これで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対0ジャイアンツがリードしています。6回の裏ジャイアンツの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号20近藤がマウンド上に上がっています。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。
改めてお聞きしますが、バッターの坂本、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。そうですか。バッターよく見ました。ボール先行です。高めの球、ストライクになります。これが4球目。スライダー決まっています。2ボール2ストライクです。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたい。インサイド落ちました。強い打球入れました。ファウルボール。際どいコース見送っています。3ボール2ストライクです。ヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス丸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってます。高めのボール、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3打数3安打の猛打賞。ノーアウトランナー三塁二塁。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入ります。さあ、追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですよね。小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。ここは最低でも犠牲。右中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ジャイアンツ追加点、4対0。ルーキーに援護点をプレゼント。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。この追加点であとは後半戦をしっかり抑えることに専念できそうです。5番バッターパーラ。ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ、4点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあ非常に打線がつながっていますから、ここもつないでいってほしいですね。外低めの球、ここはあっという間に追い込んでいます。ていきましたが三振。ワンアウトランナー二塁と変わります。ランナー二塁は変わりません。さあ、そして打席には亀井が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですね。改めてお聞きします。バッターボックスのインサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。ここはつなげておきたかったんですけどね。まあランナー残っていますし、しっかり点に結びつけていきたいですね。そうですね。さあ、このチャンスでバッターボックスには7番の中島が入っています。
外へ持っていきましたが入りません。低め、これは外れた。これは内へ外れます。打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。青木が掴んで3アウトです。しかしこの回ジャイアンツ2点を追加しています。6回終わって4対0、ジャイアンツのリード広がっています。小宮山さん、ここまでルーキーらしからぬピッチングが続いています。